これはね。私がコスしたくて作ったの。コス？そう、コスプレ、究極の愛ちゃん。はい、はい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 。すいません、今日休みなんです。いや、来ちゃった。向いててもらっていい？はい！どうしてここに？なんでうちが分かったんですか？どうしてってか、逆に雫隊になれるのに普通に月曜まで待つの無理じゃん。だから五条ひな人形でググって、とりあえず来たよね。おいしいよ。あ、すいません、ありがとうございます。お邪魔します。まだ途中だよ。途中なんだけど。その服を作ったみたいな。私が気づいたら雫たんのことかなり好きになってて、やばいくらいドハマりしてて、ほんと素で。私も雫たんになりたいって。わかる？五条くん。全くわからなかった。わかりました。人用は作ったことがないのでうまくいくかわかりませんが、できるだけやってみます。ってことは、いいの？はい。マジ？はい。下着でと書いてありまして。ああ、なんだそれね。余裕余裕。キタゴワさん。じゃーん、水着着てきたし。でも実は付き合ってるのかとまで言われてるのが耳に入って。マジ？ふーん、じゃ付き合っちゃう？そんな。なんつって、ほら五条くんがやばい。どうよ、いい感じじゃない？見えてますよ、隠してください。っていうか、もっとエロいやつの方が良かった？からかわないでください。声でか。チラッ。大丈夫？音やばかったけど。すみません、大丈夫です。ダメだ、正面は取り乱してしまう。一旦後ろなら、後ろは後ろで。ごめん、今起きた。大丈夫？すみません。気にするのそこなんだ。無理です。また？北川さんの乳首の位置わかるわけ。わかるわけ。五条くん、どこだ。冗談だから固まんないでよ。
つめっちゃ食うなって思った。思ってません。顔思ってんじゃん。別にこれぐらいじゃ出分ないし、サイズも変わんないから平気、平気だし。思ってません、本当に思ってません。あと私米食べないとお腹膨れない人だし、そういうことだから。はい、わかりました。お、北川さん顔、真っ赤ですよ。え、あ、部屋暑かったですか。すみません、気づかなくて。今年も暑くなるんですかね。かもね。うまー。俺の体操着を着てる。俺の服を着てる。うちのボディーソープも使ってるから、北川さんから俺の匂いがする。五条くん、顔赤くない？あ、気のせいでは。北川さん。私、五条くんがテスト中毎日すぐ帰ってたの、おじいちゃんのとこ行ってるのかなって思ってて。五条くん、ごめんね、ごめん。五条くん。はい。じゃあね。北川さん、とても綺麗でした。なのにプリン以外きちんと食べてませんでしたね。シュキ、嘘、待って、めっちゃ楽しい。着替えよっか。先にファンデ塗らなきゃだけど、五条くん、後で背中塗るの手伝ってもらっていいかな。さっきのもマジ手こずってさ。健康的な人たちを見ると健康になれる。なるほど、分かった気がします。なるほど。ちょ、顔真っ赤じゃん、熱中症？ん？北川さん、今すぐ俺から降りてください。
でやばかった。綺麗です。もうすぐ夏休みじゃん。私めっちゃ誘うし、二人で。嬉しいです。いつもこんな目線とかマジ羨ましいんだけど。すごくいい匂いがする。五条くん、身長いくつあんの？180。北川さん、動くと危ないので。ごめん、やっぱそんなにあんだ。花火出すと半端なかった。綺麗でしたね。煙で見えなくなるの笑う。あんな風になっちゃうんですね。てか、相馬くんコスの準備してんの全然わかんなかった。いつしてたの？ああ、それはですね、スタジオの下見に行った後、うちに来てもらって準備しました。二人で？はい、恥ずかしいから秘密にしてほしいと言われたので。ああね、そっか、うん、そっか。もしもし、北川さん、どうしました？別に、どうもしてないけど。でもさ、こういうことになっちゃうと、どんだけ楽しくても結果微妙な感じになるじゃん。ごめんね、五条くん。来年は絶対気をつけてくるから。来年も。来年は岩月の花火大会も行こうね。はい、行きましょう。てかさ、関東の花火大会制覇とかしちゃう？できますかね。やろうと思えばできるんじゃん。わかんないけど。五条くん、好きだよ。勘ねだし、痛い身ね。私も寝よう。じゃあね、五条くん。おやすみ。またね。